スダップマラムプログラム1 G アップスプラウト。この番組はオフィスの働きやすい空間と使いやすい家具をお届けするコクヨ株式会社、チャンネル銀河、ムービープラス、サントリービバレッジ他の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜は私角谷明子と川西ほのかでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また一緒です ね2回目だね2回連続で2回目だもんね。2回連続で2回目です ねじゃあこの仲の良さが買ってもらえたのかな、そしたら本当に嬉しいです ね私大好きな先輩なので。いやもうこんなとこで言われちゃうさっきもツイートしちゃったんです。私本当に G アップスプラウトのアカウントで。ありがとう。でもそんな私とほのちゃんは、はい、今二人とも仲良く花粉症なんだよね。そうなんですよ、どこまでも仲良いってことでいいですか ねそう、少ない花粉症いや私本当に重くてやばい、5歳から花粉症なんですよでも私の友達生まれた瞬間から花粉症って言ってる人いる生まれ落ちた時にくしゃみしたらしい上がりましたねさらに大変だよ ね毎日薬飲んで、うん、目薬してティッシュ持ち歩いて、うん、常に悩まされてますね。悩まされるね、はい。私も今なんかさくしゃみが出るから、うん、あこうやってお話しさせてもらうときにさ、うん、くしゃみ出ちゃうとどうしようと思わない？思いますね。私今日そう思って強めの薬を飲んできました、うん、はい、はい、そんなことしてないや鼻もね、鼻水も出るわ、うん、くしゃみも出るわね。常に喉の奥とかも痒くなる。わかりますそれね、すっごいわかります。どうしたらいいの？かけないじゃん喉の。なんか確かにかけないです。かけないよね。うがいとか。あ、うがいすればいい。良さそうじゃないですか。薬でうがいしたりすればいいのかな。それいいですね、うん、うがい薬とかね。うがい薬だね。良さそうです ね、はい。そうなんかね、さっきテレビを見ていたら、はい、花粉症の人は、はい、なんか潜在的に果物アレルギーであることを秘めてる可能性があるらしいの、うん、それ私自称できます。私本当にキウイのアレルギー持ってて。え、嘘メロンもやっぱ本当なのかな。そうなんですよ、多分本当じゃないですか。本当かな、メロンもなの、うん、メロンも舌がピリピリしたり、うん、キウイは喉がチクチクしちゃったりとか。他になんかアレルギーあります？私ね、猫アレルギー。あ、私もです。嘘仲良し、仲良しだ猫ね。私猫大好きなのにさ、うん、私もです。道で、ね、歩いてる猫ちゃんとか可愛いと思って触ろうとすると、うん、鼻むずむずする、うん、私顔に発疹が出ちゃいます。あ、やだね、触りたいのに、ね、触れないみたいな。辛いよね、ね、なんか友達がさ猫カフェとか行ってるの見ると、うんうん、私も行きたいと思うんだけど、うんうん、すごい薬飲んでいかなきゃいけないからですよねもうちょっと身を挺していく感じが。そうですよね、覚悟必要ですね。覚悟していかなきゃいけないね。一回行ってみたいですけど ね一回行ってみてない、ね、怖くて行けない。大変だね春は。春は ね、いいですけどね、気温もちょうどいいし、過ごしやすい時期なのに、うん、花粉症だけが敵。敵だね、うん、花粉症を何か抑える方法ってお薬以外にないのかな。なんですかね、なんか聞いたことある。食べ物とかないのかな。あ、ヨーグルト。あ、そうなの。なんか花粉が始まる時期の前からヨーグルト食べ続けてると、うん、なんか収まるらしいです。少しは抑えられるって聞いたことがあるんですけど。そうなんだ。花粉始まってからそれ聞いたので、うんうん、もう意味がなかった、もう意味なかったみたいな。じゃあ来年はそうですね、2月末ぐらいからもうヨーグルト毎日食べて飲んで備えようね、うん、私もそうする。そうしましょう、うん、でもヨーグルトって風邪予防にもなるっていうしね。うんうん、うん、お腹の調子も整いますしね、うん、毎日ヨーグルトね飲んだり食べたりしてると体にいいっていうよね、うんうん、ヨーグルト食べましょう。食べましょう。花粉関係なく毎日。そうしましょう。そうだね、これからね。そうですね、風邪もひかないように気をつけなきゃいけないもんね。そう、私ちょうどこの間熱を出してしまいまして。言ってたね。月曜日かな、はい、熱出ちゃって、うんうん、久々の熱で朝起きたら体中痛いんですよ、うん、関節痛みたいな、うん、痛くて久々でちょっとびっくりしました。一人暮らし、ね、そうなんです。一人暮らしで風邪ひいちゃうと大変じゃない。そうなんです、辛いんです。でも友達になんかこうゼリーみたいな、うんうん、健康何健康ドリンク的なものとかたくさん買ってきてもらって、うんうん、なんとか乗り切りました。そっか、はい、もう今日は元気ですか。今日は元気です。元気ですか、はい、よかった、頑張ります。じゃあ今日は元気に頑張りましょう、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今夜もイツコムスタジオタマプラザから生放送でお送りいたします。
お届けした曲はくるりで東京でした。今夜も始まりましたスダップマラムプログラム1 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-saluse.jp msg@fm-saluse.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームからお送りください。そして G アップスプラウトはユーストリーム、YouTube ライブ、サイマルラジオ、リスラジでも同時に生放送中です。FM サルースのホームページからチェックしてください。はい、今夜もですね、ソーシャルストリームの方にコメントをいただいてます。はい、ありがとうございます。鹿太郎さんとケンジさんが送ってくださってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでもらえるように頑張ります。ね、頑張りましょう。頑張ります。鹿太郎さんが最近音楽中のスタジオ音声オフになっちゃったのかなっておっしゃってるんですけど、そうなんですよね。そうなんです、ちょうどね、さっきその話をしたばっかりで。そうなんです。なのでぜひラジオで音楽を聴いてください。はい、お願いします。お願いします、はい、ということで今夜のラインナップですが、恒例の G アップツイスターから早口言葉に私たちがチャレンジしていきます。そしてマイプレゼンテーションのお題は2つです。私角谷あきことほのちゃんが調べてきたテーマについてリスナーの皆さんにプレゼンテーションしていきます。そして大好評のコーナー G アップ相談室、リスナーの皆様からいただいたお悩み相談を私たちがズバッと解決しちゃいます。はい、今週も元気よくリスナーの皆さんにお届けしていきます。はい、それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。ほのちゃんは前回の早口言葉、キツツキがどうたらこうたらっていうのを覚えてますか？はい、覚えてます。すごく長くて、ね、長かったよね。ちょっと難しいとか文句言っちゃったんですけど、ねね、はい、あっこさん前回は私もだけどほのちゃんもダメだったよね半分もいかなくて半分もいけなかったので、グダグダになっちゃったので、はい、今日は頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。今日のお題はでは今渡された今日の早口言葉を読んでみましょう。はい、お願いします。いきます。春コバ、なんて読むんですか？春コバ、コバと春コバと春待つせに春来ても春とは言わず春日暮らすかが2回言うそうです。まず難しいコバって何？コバと春待つせに春来ても春とは言わず春日暮らすか。でもちょっと私いける気がする。これ自信満々ですね、うん、ちょっといける気がする。期待しよう、はい、じゃあまず私から言うので、はい、ほのちゃん一緒にリズムに乗って、私も今週はね、うん、頑張りましょう。頑張ります。いきます。では、はい、本番ミュージックスタート。いやどうだろう、いきましょう。ちょっと今練習してたけど不安だな、ね、春子バと春松に春来ても春とは言わず春日暮らすか。春子バと春松に春来ても春とは言わず春日暮らすか。あ、すごい、すごい、言えちゃった。すごい、初めてかもしれない。ちょっとこの流れで頑張って。春子バと春松に春来ても春とは言わず春日暮らすか。春子バと春松に春来ても春とは言わず春日暮らすか。すごい、やったえ、私も感動してます今、ね、私今すごい感動してる、すごい興奮しちゃってる。私とほのちゃんが2人とも成功するって誰が想像したでしょう。誰も想像しなかったですね。誰も想像しなかったですね。こんな奇跡ありますかね。いやでもこれちょっと簡単だったかもしれない。うん、なんかリズムに乗っちゃえば、うん、全部パパパって出てくる言葉でした。はい、やった、嬉しい。じゃあちょっとこの流れで、ね、このままマイプレゼンテーションに行きましょうか。行きましょう。はい、はい、今夜のあいこさんプレゼンテーマは何ですか？はい、私の今夜のプレゼンテーマはホワイトデーです。はい、明後日はね、いよいよホワイトデーですよ、あきこさん、ね、そうね、たくさんもらえそうじゃないですか。私ちょっともらえる予定がない大丈夫かな。はい、ホワイトデー、うん、私はと、うん、あ、私ちょうど地元に帰っちゃうので、うんうん、地元の友達と会うのです、うん、多分会うのね。もらえるかな。何ももらえない気がする。どうだろうどうだろう。じゃあということでホワイトデーについて早速プレゼンしていきます、はい、お願いします。はい、
私調べてきたんですけれど、まずびっくりしたことがあって、はい、ホワイトデー、もともとバレンタインデーがあるからホワイトデーですよね、はい、バレンタインって海外の文化のイメージ強くない、うんうん、私もそう思ってました、ねはい、そう思って調べてみたらバレンタインは海外の文化なんだけど、うん、ホワイトデーが始まったのは日本なんだって、まずびっくり、そこがびっくり、ね、びっくりだよね、日本発祥なの。そうなので、なんでかっていうと海外ではバレンタインは別に男女関係なく、うんまあ、恋人とか大切な人にお菓子を贈り合う文化なんだって。あ、男性からも送るんですか。そうそうそう、あでもそうなの。でも日本ではバレンタインってなんか女性から男性に送るっていう文化があるじゃない、うん、そうですね。そうだからそのお返しの日を作らなきゃねっていうことで、うん、まず日本でホワイトデーが始まって、そう今では台湾とか韓国とかアジアの、まあ、ちょっとの地域でホワイトデーって文化があるらしい、うん、日本の文化が浸透してるんですね。そうそうそう、だから海外発祥ではないんだって、はあ、全然海外でもう一緒にあると思ってました、ね、やってそうだよね、お返しの日があると思ってました、うんうん、絶対に。そうだよね。そうで、そのこのバレンタインのお返しをする日っていうことで作られたホワイトデーなんだけど、うん、始まりは福岡県の老舗のお菓子屋さんが作った文化らしくてね。お菓子屋さんの文化。そうで、うん、そこではチョコレートのなんか包まれたマシュマロ、チョコマシュマロを送るっていうのを、うん、その福岡の老舗のお菓子屋さんがなんか売り出してったらしいの。へー、じゃあちょっとほのちゃんにここで問題です、はい、なんでチョコマシュマロなんだと思う。チョコマシュマロ、なんでマシュマロなのか、うん、あのね、マシュマロじゃなくてチョコマシュマロってとこがポイントなの。チョコをあげるからチョコを返すけど、うんうん、ちょっと、うん、ホワイトにしたかったか、わけわかんなくなっちゃった、ごめんなさい。白くしたかった、そうそう、白くしたかったから、うん、チョコの中にマシュマロ入れちゃった。あ、でもちょっと近いかもしれない。本当ですか。そう、なんかね、すごいよ、いくよ、はい、君からもらったチョコを僕の優しさで包んでお返しするっていう意味があるんだって。なんか恥ずかしくなる。恥ずかしいよね。らしい、チョコマシュマロだからなんだって。でもなんか素敵な、素敵だよ ね意味が、そうそう、そんな意味が込められてる。だから初めはホワイトデーはチョコマシュマロを、うんうん、その送る日だったんだって。へー、そうで、なんでさ、初めでした。そうでも、なんでホワイトデーって名前になったのか気にならない？気になりますね。気になるよね、うんうん、それがその最初マシュマロデーだったらしくて、うん、でもお菓子業界の中でなんかマシュマロだけだと限定的すぎる、うん、ってなって、はい、あのまあ、お菓子は何でもいいってことにしようってなって、うん、じゃあ名前を変えなきゃいけないねってなった時に、うん、まあ、白いマシュマロは白いからホワイトデーにしようってなって、まあ、白は純潔のイメージもあるし、そのティーンエイジャーの爽やかな恋愛にぴったりだねってことでホワイトデーになったんだって。ああ、でもなんかそれ聞くとなんかホワイトデーって結構いろんな意味が込められてるっていうか、由来があるんですね。いろんな意味が込められてる、素敵な由来があるみたいなの、うん、へえ、すごいな。そうなんです。あともう一つ、うん、どうして3月14日になったんだと思う、はい、私は本当にただ1ヶ月後っていう、うん、そうだよね、思ってました。でもさ、だったらさ1週間後の2月21とかでもいいじゃん。なんで1ヶ月なんだろう。あともう一個候補が4月12日、はい、あの2月14日をひっくり返して4月12日っていう説もあったらしい。あーでもそれも確か面白いですね。ありそうだよね。ありそう。そうで3月14日に決定した理由は、はい、お菓子業界の皆さんの都合だったらしくて、はい、まず4月12日だと、うん、ちょっと遠すぎてバレンタインから間延びしちゃう、うん、あ、忘れちゃいそうですね。そう、忘れちゃうもんね、うん、で2月21日だとちょっと近すぎて、うん、2月はお菓子業界大変だから、うん、あ、バレンタインの次にすぐホワイトできて、そうそうそう、ちょっと急すぎる、これもしなきゃって、はい、だから3月らしいですちょうどいい期間が1ヶ月だったっていうことですかね。ここにはあまりロマンチックな理由はなかったなんだ、ちょっと期待したのにね。そうっていう感じで調べてきたホワイトデーのプレゼンテーション、こんな感じでした、はい、いやなんか面白いですね。ね、調べてみたらいろんなのが出てきてびっくりしちゃった、うんうん、ね、でも本当海外でも今ホワイトデーないのかな、ね、どうなんだろう。もうちょっと詳しく調べてみたくなるね。うんうん、ね、全世界に広がったらなんか楽しいよ ね面白いですよね、うん、はい、ということでリスナーの皆さんもホワイトデーにまつわるエピソードがありましたらぜひ msg@fm-sarus.jp までお送りください。お願いします。
お届けした曲は藤井フミヤさんでトゥルーラブでした。では続きまして、ほのちゃんのプレゼンテーマは何ですか？はい、私の今夜のプレゼンはお花見。お花見か、そろそろ季節が近づいてくるもんね。ね、最近私お散歩してて、桜咲いてるの見つけたんですよ。え、嘘？はい。もう咲いてるの？咲いてました。なんか川沿いを歩いてて、一本だけ咲いてる木があって、わ、桜だったのかな。暖かい日にちょっと咲いちゃったのかな。早まったかな。早まったね。はい、そのね、桜の時期近づいてますけど、うん、お花見、皆さん今年はどんなお花見をするんでしょうか。するんでしょうか、ね、花見についてね、ちょっと私も調べてきたんですけど、はい、最近の花見はですね、うん、まあ普通にいつも通り、うん、例年通り、うん、こうお花見弁当や、うん、お花見酒、お花見酒と一緒に楽しむ、ね、桜を見ながら楽しむのがお花見なんですけど、うん、最近はこうピクニック型とか、うん、サイクリングしながらお花見とか、ウォーキングしながらお花見とか、こうなんだろう、食べるものと一緒にお 桜を楽しむだけじゃなくて、うん、何か違うことしながら桜も一緒に見ようかなっていうお花見も流行ってるらしいです。ながらお花見。そうですね、そんな感じですね。そんな感じ、はい、楽しそう、ね、それもすごく楽しそうですよね、やってみたいですよね、うん、でそんなお花見なんですけど、うん、まあ、日本で始まった文化でして、うん、歴史が結構長いんですね、うん、まず初めに、うん、一番最初が奈良時代の貴族の行事だったんですよ。貴族の行事なんですよ、はい、貴族の行事が起源で、庶民は楽しめなかったんだね。そうなんですよ、まだ、うん、まあ、なんか書物とかにこう歴史とか書いてあるじゃないですか、うん、その中で確認できるのはその貴族の方の行事っていうのがお花見なんですね、うん、で奈良時代は最初は梅の花を見てたらしいんですよ。そうなんだ、はい、桜じゃなかった。そうなんです、中国から伝来したばかりの梅を見ていて、うんうん、で平安時代からは桜に変わってったそうなんですね、うんうん、でこのことはこう万葉集とか古今和歌集のこうだんだん時代によって和歌がたくさん読まれるじゃないですか、うんうん、でその桜の種と梅の種の数でだんだんこう変わってったんだなっていうことが分かるんですね。なるほどね、はい、で時代とともに貴族から武士階級にも花見の風習が広まって、うん、江戸時代には庶民にも広まったお花見なんですけれども、うん、その江戸時代で最も名高かった桜があったのが上野恩賜公園、うん、今でいう上野公園ですね。上野公園、はい、西郷さんがいるところでね。そうです、今でもね、お花見行くよ ね、上野公園、みんな綺麗ですよね、うんうん、私なんか動物園に行ってお花見してっていう、うん、思い出があります。公園か、そうなんだ、はい、あの時からじゃあ桜が有名な場所だったんだね。そうなんですよ、ね、ずっと歴史が長い、ねね、有名な桜らしいです、うん、はい、で皆さんお花見をいつ行けばいいのかなとか、うん、結構タイミング難しいじゃないですか、うん、で、まあ、それは一応開花予想日っていうのが皆さんニュースとかでも見ると思うんですけど、うん、まあ、各民間気象会社から発表されるのが開花予想日で、うん、まあ、地域によって温度差があるのでやっぱり異なってはくるんですけれども、うん、なんかその開花日は5、6輪咲いている1本の木に5、6輪咲いている状態が、うん、開花宣言が出される日なんですよ。5、6輪なのね。そうだから全然少ないんですよ、うん、少ない。で、まあ、そこから満開日って言われる日が80杯以上咲いた状態のことを満開っていうらしくて、うんうんうん、まあ、満開日はやっぱり見頃って言えば見頃だとは思うんですけど、混みそうですね、混みそうだね、お花見の会場はね。じゃあ開花したって聞いて行かなきゃって言って行っちゃうと、まだちょっと寂しい、まだそんなに咲いてないかもしれない時期なんだね。そうですね、まあ、でも気温によって結構前後することもあると思うので、うんうん、ね、やっぱお散歩がてら見たりするのもいいかもしれないです ね、そろそろかなみたいな思ったりするのもいいかもしれないですね、うん、でやっぱ桜ってこうすごい綺麗じゃないですか、咲いてる間。でもやっぱ2週間とかで散っちゃうんですよ。そんな短いんだっけ。そうなんです、桜が咲いてるのって。そうなんです、ね、見てられるのは2週間くらい で、うん、で最後こう散る状態がでも綺麗だなっていう方もいるじゃないですか、うん、こうお花びらがひらひらって散っていく状態とかもすごい素敵じゃないですか、うん、その散り際の美しさとか儚さとかから、うん、まあ、日本人のね
こう精神的には命の儚さと重ねるようなこともあるんですね。でなんかさ、桜が散るのもそうだけど、うん、あと花火がバーンってなって、うん、そのままふわって消えてくのとかもさ、日本人ってそういうの好きなのかな。そうですね、儚い感じが、うんうん、ちょっと、ね、切ない感じも ね四季がちゃんと季節があるのも日本だけだし ね、 そうですね、うん、夏の風物詩とか春の風物詩ってなってるのかもしれないね、うんうん、そうですね、はい、さっきの開花予想日の話でちょっと言い忘れちゃったんですけど、うん、全国に桜があるのはソメイヨシノっていう種類は全国にあるんですよ、うん、だからソメイヨシノが開花したところで開花宣言なんです。あ、ソメイヨシノが基準になってるんだ。そうなんです。八重桜とかまた違うの。そうなんです。だから他の種類の桜だとちょっと時期がずれることもあるらしいので、咲いたって思って、あの開花宣言出された日にはソメイヨシノが咲いたって思ってください。なるほど、はい、じゃあうちの近くにあるなんかしだれ桜とかが咲いたと思っちゃいけないの。そうですね、ソメイヨシノが咲いた、ね、そうですね、まあ、でもきっと同じ時期かと思うんですけどね、まあ、同じぐらいかな、はい、宣言が出される基準の桜はソメイヨシノ、ソメイヨシノなんだらしいです。なるほど、はい、今年お花見の予定とかはありますか。今年まだないな。私もないんですよ、ね、あ、ある。あります。つい一昨日友達から4月1日お花見しようって言われた、はい、あ、いいですね。そう、わ、ちょうど満開の時期じゃないですか。今年は3月の末くらいに大体開花するんじゃないかっていう予想が出てましたね。え、そんな時だっけ。そうですね、例年そんなものだっけ。大体入学式前くらいから咲いてません。そっかそっか、そうだよね、うん、そうか、なんか私卒業式に咲いてるイメージもあったんだけど、あ、咲いてたかな。咲かないかな。私高校の卒業式3月の、あれでももう咲いてた、咲いてますもんね。いつの情報見たんだろう。どうなんだろう。でもまだそんな満開ではないもんね。うん、そうですね。もうすぐ開花ぐらいかな。もうちょっとです。最近ちょっと暖かいですし、暖かくなってきた。そろそろ桜もね、見頃になるんじゃないでしょうか。でてかさ、でもお花見とかするとさ、さっき話したけど花粉きつそうじゃない。そうですね。外にずっといるとちょっと嫌だよ ね、 ね、うん、ちょっと耐えられないかもしれないです、ね、私は。あのお花見楽しみたいなって思っても花粉症の人は、うん、ちゃんとそこもケアしないと。そうですね、マスクして薬飲んで美味しいもの食べるお薬飲んじゃったお酒も飲みづらいし。そうですよ ね、 ね、うんうん、ちょっとそこバランスが難しい。花粉症の方はお花見、うん、ね、なんか室内から見れたりしたらいいかもしれない。それもいいかもしれない、ね、今カフェとかで桜見れるとかもありますしね、うんうん、だからさ、このお花見シーズンになると、うん、カフェとかで桜をモチーフにした飲み物とか出てくるの多いですね。嬉しくない。嬉しいです。あ、春になったんだなって思ってすごいテンション上がるよね、うんうんうん、そうですね、毎年絶対桜シリーズはいろんなカフェの飲んだりもしてますね、うん、ケーキとかも美味しいですよね。ケーキも出る。あと私和菓子好きで、わかる、お餅、お餅、桜餅、美味しい、うん、食べたい、ね、あの可愛いですね、色が、うん、色がね、ピンク色で可愛いし、ね、私もピンク大好きだし、うん、私も大好き、ねね、なんかカフェでさ、限定の桜をモチーフにしたタンブラーとか、うん、マグカップとか出ると買いたくなんない、ね、買いたくなります。桜ってダメだよね、買っちゃうよね。何ですかね、何のピンクだから買わせる。うまいですね。うまいよね。女の子の気持ち分かってるよね。分かってますね。ね、私もマグカップとか持ってます、うん。買っちゃうよね。買っちゃいますね。お花見もそうだけど、うん、そういうあのピンクの綺麗な桜が咲いてるのを見るっていうので、うん、なんだろう、気持ちもテンションも上がるしね。うん、そうですね。気分がいいし、これから4月、うん、春頑張ろうって、うん。そうですね。思えるよね。去年の今頃は大学生になるぞって言いながら。やっぱり。そうですね。でもちょっとやっぱ卒業式シーズンでもあるから、うんうん、桜見ると悲しくなっちゃうのもね、うん、切ない思いと新年度頑張ろうっていう思いが、うん、ね、日本人にとってやっぱり桜ってそういう自分のね、門出の時にいつもあるお花だから。そうですね、いろいろ皆さん思い出がある ね、 ね、印象深いお花の一つじゃないですか、やっぱ春のね、風物詩みたいな、うん、ところもありますし ね、 ね、うん、桜ね、今年はどんな思いで見るかね。私多分今年花粉症なんか辛いんで、うん、多分花粉の思い出しか出てこなさそう。ちょっと辛い思い出になっちゃうかな。じゃあ私は次のお花見を楽しみに。そうですね、はい、また感想、うん、感想、桜どれくらい咲いてたかなとか聞かせてください、うん、情報も伝えます。はい、でリスナーの皆さんからもね、はい、ぜひ今年のお花見どんなだったよとかも聞きたいですし、うん、今年も皆様楽しんでお花見、お花見楽しんでください、行ってきてください。はい、
ブルーノマーズで Just the way you are でした。Gアップ相談室ということでコーナー紹介をほのちゃんお願いします。はい、リスナーの皆様からいただきましたお悩み相談を私たちスプラウトメンバーがズバッと解決しちゃうコーナーです。はい、私たちがリスナーの皆さんのお悩みを解決していきます。はい、その前にほのちゃんは最近何か困ってることや悩みありますか？私最近そうですね、さっき寒暖差が激しいみたいな話しましたっけ、うんうん、そう、私服が毎日何着ればいいかな、今日どれくらい寒いかなとか、わかります、うん、ね、昨日暖かかったのに今日すっごい寒いとか、うんうん、最近多いじゃないですか。困るよ ね、 ね、だからすごい薄着で出ちゃったりとか、うん、逆に暑すぎたりとか、あ、今日ちょっと着て寒いだったなみたいな、ね、一日中コート手に持ってるのも疲れちゃうし ね、 ね、そうですよ ね、 ね、そのね、洋服に困ってます私は。そっか、はい、これ私も解決できないや私も困ってるね、ね、ということで早速じゃリスナーの皆さんのお悩みにも答えていきたいと思います、はい、20歳役者志望男性のラジオネーム部屋とワイシャツとボクさんからのお悩み相談です。母親が過保護すぎて悩んでいます。朝昼晩と必ず電話が1回はかかってきますし、その度に今どこにいるのと聞いてきます。服も母親が選んだ服を着ないと悲しい顔をしています。そろそろ子離れしてほしいんです。箱入り娘のスプラウトのお二人だと思いますが何か母を傷つけずに子離れする方法を教えてください、よろしくお願いしますということですが、はい、まず私箱入り娘じゃない私も箱入り娘じゃないですね箱入り娘、まあでも大学の友達とかでもいるかもしれないけど、あ、まあまあではないんですけれども、うん、でもさ、私これ男性なんだね。あ、最初女性かと思った。あ、本当だ、男性でさ、20歳でしょ、うんうん、きっともうだいぶ自立して、そうですよね、生活している男の子、ね、役者志望なんだもんね。へえ、どうなんだろう、なんか女の子とお母さんの関係性と男の子とお母さんの関係性ってまたちょっと変わってきちゃうのかなって、うん、あ、私は結構親とか母親とこう、うん、なんだろう、友達みたいな、私もそっち、何でも話せちゃう、うんうんうん、恋愛の話もできちゃうみたいな、うん、お友達って感じなんですけど、うん、やっぱ男の子だと違うんですかね、また変わってくるのかな、うん、私もそういう感じで、うん、洋服とかも貸し借りするし、うん、あ、しますしますするよね、靴とかもね、わかります、なんか自分じゃ買えないようなことも、うん、ものもさ母親は買えるからシェアしちゃう、ね、貸してとか言って借りたりするけど男の子だとどうなんだろうな。でも私ちょっとこれ読んでて思ったのが、はい、朝昼晩さ電話かかってきて、うん、今どこにいるのって聞くってことはその心配なんだろうね、何をしてるんだろうとか、そうだね、今元気でいるかな、うん、元気でいるのかなとか、今日楽しく過ごしてるのかなとか、あとは彼女がいるかな、心配なのかなそれ私がもし母親になったら聞いちゃうかも、うん、え、聞いちゃうかも、私もそれすごい思う、ね、今どんなこと付き合ってるの、ね、とか、だってすごい大事に大事に育てた息子がさ、うんうんうん、彼女に取られちゃうとか思っちゃうのかなそれ心配なのかもしれない、心配なのかもね、確かにそういうところが、うんうん、でもこのさ服を母親が選んだのを着ないと悲しい顔するってちょっと問題かも、うん、そうですね、多分着たい服もあるだろうし、でもお母さんが着てほしい服もあるし、うん、そこうまくバランス取れればいいのに、ね、うん、どうやったら解決できるかな、どうだろう、逆にこっちから連絡しちゃう、うん、朝昼晩必ず今何してるよ、今何してるよ、今家出たよそう、今からどこ行くよとかで、洋服も一緒に買いに行くとかで、僕はこういうのが好きなんだっていうのをお母さんに伝えてみる、それいいかも、うん、でなんかお母さんがこういうの買ってくれたら嬉しいみたいな、あ、買ってもらっちゃうとか、あそれいいですね、自分でも分かってもらいながら、ね、でお母さんもこういうのがいいなって言ったら、あ、それもいいねって言いながら、ね、そうそうそう、できっとお母さんもさ大好きだから息子のことが、そうですね、そうやって一緒に買い物行けるのも楽しいんじゃないかな、うんうんうん、ね、そういう時間を持ってみるのもいいかもしれないですね、寂しいし心配だからね、ね、そんな感じになっちゃうかもしれないので、うん、はい、いかがですいかがでしょう、はい、ということで部屋とワイシャツとボクさんのお悩みは解決したということでいいですかね、そうしましょう、はい、はい、ということでもう一つのお悩み相談です、はい、ラジオネーム主婦ミントさん女性25歳からのお悩み相談です。私は美容室で自分のしてほしい髪型をうまく伝えることができずに14歳から今までロングヘアで過ごしてきました。たまにはセミロングや思い切ってショートカットにしてみようかと考え、芸能人のダイタレ風にしてほしいとか言ってみたいのですが、何か変に意識して恥ずかしくなってしまうんです。
スプラウトのお二人は美容室に行った時どんな風にしてほしいと伝えていますか？門谷さんは最近髪を切られたそうですが、うん、美容室でうまく伝える方法を教えてください、はい、まずこの髪を切られたのですかって知ってくださっているのが超嬉しいです。ありがとうございます、ね、結構切った、うん、ちょっと切った、うん、でもちょっとかな。そうですね、うん、おもちゃんも髪型変わったもんね。そうなんです、さっきね、ね、言ってくださってたけど。そうなんです、私ちょっと髪を、うん、すごい癖っ気なんですよ私、うんうん、でそうなんだ、こうなんかトリートメントみたいな、うん、宿毛矯正みたいな、うん、感じのまっすぐになるですね、して少しイメチェン最近しました。あと前髪もちょっと変えたんですけど、うん、ね、下ろしてるね、うん、美容室でどんな風に伝えるか、どんな風に伝えるか、私は全然恥ずかしいとかないから、はい、もう好きな女優さんとか可愛いアイドルの人とかの髪型調べて、もうこれに同じのにしてくださいって言っちゃう。いいかも。私は結構ヘアカタログとかにしちゃいますね、うんうん、こんな感じがいいなとか、あとネットでひら、うん、なんか調べて、うんうん、可愛いモデルさんの見て、うん、あ、こんな感じがいいなとか、やっぱ言うよね、言いますね。だからこのね、このミントさんも芸能人の誰々風にしてほしいとか言ってみたいけど、うん、恥ずかしいって言ってるけど、うん、恥ずかしくないですよまあでもなんかこう憧れの芸能人とかだと、うん、なんか確かにちょっとこれしたら似合うかなとか、ずーずーしいかなとか思っちゃうかもしれないけどでも多分 ね美容師さんは毎日たくさんのお客さん来てて、うん、多分大体がそう言って言ってくるから、うんうん、意識しないでも大丈夫な気がします。しかもそうした方が多分、ね、うん、分かりやすいし、そう、それに近くしてくれる気がします。うん、ね、だから恥ずかしがらずにやってほしいな、うんうん、そうですね、本当 ね芸能人とかじゃなくても全然ね、うん、なんだろう、なんだろう、それこそなんだろう。でも私もだいたい髪切る時ってなんか気分を変えたい時とか、うんうんうん、ちょっと違う自分になりたいなっていう時だから、うんうんうん、その画像とかその分かりやすいものを見せると伝わりやすいよ ね、うんうん、ね、美容師さん、ね、このお客さんはこういう風に変わりたいのかなって多分、うんうん、考えてきてくれるのもね。そうですね、きっとその写真を見て、うん、それでさらにこのミントさんに合うように切ってくれるから、切ってくれると思うし、私もつい3ヶ月前くらいに一気にバッサリ25センチくらい切ったんですよ、うん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 、ちょうどミスコンテストが終わって、うん、そろそろ切ろうって思って切ったので、うん、思い切ってショートカットとかもいいかもしれないですよ。あまり意識せず、ね、恥ずかしがらず、うん、はい、行ってみてください。はい、はい、どうでしょうか、どうでしょうか、はい、ということで今夜のお悩み相談も解決したということで、私たちスプラウトメンバーに解決してほしいお悩みがありましたら msg@fm-saluse.jp までどしどしお待ちしてます。
お届けした曲はミスターチルドレンで乾いたキスでした。さてほのちゃん、今夜も私たちは美味しい飲み物を飲んでますよね。はい、これ好きです私。ね、美味しいですよ ね、 ね、はい、サントリービバレッジさんからご提供いただいた今日のドリンクは南アルプスの天然水&蜂蜜レモンです。南アルプスの天然水に皮ごと絞ったレモン果汁と蜂蜜を絶妙にブレンドしました。レモン果汁は 100% 有機栽培の果汁を使用、レモン果実本来の味わいを実現しました。レモンの爽やかな酸味と蜂蜜の程よい甘さをお楽しみください。透明でありながら甘酸っぱい南アルプスの天然水&蜂蜜レモン、お求めはお近くのセブンイレブン、イトーヨーカドーほかセブン&アイグループ各店で限定発売です。お早めに。あきこさん、スプラウトメンバーの野沢美里さんの絵が届いてますよ。来ました、毎度おなじみの野沢画伯の作品ですね、はい、早速画伯の見せてください。こちらです、はい、こんな感じです。ちょっと解説してみますね。はい、お願いします。見てください、聞いてくださってる皆さんにどんな感じかお伝えします。はい、なんて言えばいいんだろうな字の色は薄い水色なんです。でそこに赤とか黄緑とかピンクとか黄緑色、そうですね、で葉っぱとかお花らしきものが、なんか花びらに見えませんか。花びらに見えるものがあります、うん、でそこに黄色い人間の手か足らしきものがあります、うん、で爪は赤いね、赤いマニキュアが塗ってます、マニキュアが塗ってあります、はい、っていう絵なんですけれども、はい、どうほのちゃん、これこれ私足に見えますね、どっちかっていうと、うん、ね、足に見えるよね、うん、なんか足首がありますね、足首があるの、ふくらはぎもあるの、うん、じゃあ野沢画伯からの解説が届いてますので、はい、聞いてみましょう、なるほど、梅なのか。梅なんだ。あ、でも確かにここのね、うんうん、真ん中にこのね、これちょっと梅っぽい気もする、おしべ、うんうんうん、みたいな、そうだね、があるんだね。やっぱ足なんですね、でこれは。なんで足元なんだろう足なんか落ちてて、うんうん、踏んじゃったのかな、踏んじゃったのかないっぱい落ちてたよっていうのを、うん、ね、言いたいのかね、表したかったのかな、うーん、何なんですかね。でもなんかその梅のなんだろうな、うん、華やかな感じは伝わってきます ね、うん、色合いで、うんうんうん、ね、綺麗ですね、綺麗ですね、このお花、うん、私すごい綺麗だなって思います。好きな絵です、ね、うん、可愛いですよね。きっとリスナーの皆さん、うん、絵がまだ見られてないので後ほどツイッターにアップするのでぜひ皆さんもご覧ください。はい、はい、そろそろお別れの時間なんですけど、あっという間でしたね。いや早いですね。ほのちゃん、今夜の出演はどうでしたか。今夜は、うん、私早口言葉が言えたことが嬉しすぎて、わかる、すごいハッピーな、超嬉しかった、
ね。ね。時間でした。すごい嬉しかったよね。はい、そう、あとね、もう一個ね、ちょっと言いたいことがあるんだけど、はい、さっきホワイトデーのプレゼンをしたじゃないですか。あ、はいはい。その時にね、もうちょっと調べてきたものがあったんだけど、言えなかったことがあって。聞きたいです、ぜひ。お返しのお菓子の種類に込められた思いがあるの。うん、らしくて、はいはい、マカロンは何だと思う？マカロンもらったらどんな思いだと思う？ありがとうみたいな。ありがとうみたいな。実は特別な人らしい。わあわあわあ欲しい。嬉しいね。マカロン欲しい私。そう。で、あともう一個嬉しいの、マドレーヌ。マドレーヌ。なんでしょう。なんだろう。好きだよとか。好きだよとか。うん。なんかちょっとね、もうちょっといい、もっとも仲良くなりたい。ああ。嬉しいよね。これからね。欲しい。あ、嬉しい。マドレーヌかマカロンか。そう、でも逆にマシュマロだと嫌いらしいよ。うんうん、ね、さっき最初マシュマロって言ったのに。そう、なんかそれはね、チョコマシュマロだったらいいんだけど、ただのマシュマロは口に入れると溶けちゃうじゃない。ああ。だからダメなんだって。深い意味がありますね、これも。この話を言いたかっただけです。はい。面白い。そろそろお別れの時間ですね。はい、はい、皆さん、この番組には公式ツイッターがありますので、ぜひフォローしてください。アカウントはgupsprout @gupsprout。私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますのでチェックしてください。来週の出演者もツイッターでお知らせします。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。はい、そしてこの後9時からはスダップマラムプログラム2アナログデナイトが始まります。今夜の選曲は DJ 皆川さんです。つい先日5人目のビートルズと言われていたあのプロデューサーのジョージ・マーティン亡くなりましたが、うん、今夜はビートルズメンバーのジョージ・ハリソン特集だそうです。全曲アナログレコードでお送りするので皆さん引き続きお楽しみくださいね。はい、いや面白いですね、ホワイトデーの意味。本当 ね、面白かった ね、 ね、もうちょっとあったんだよね実は。はい、他にあります。あとね、キャラメルは一緒にいると安心。うん、あ、キャラメル、クッキーは友達でいいよ。わかる。ちょっと説明、クッキーさ友達いいようなのわかるよね。すっごいわかります。なんか逆にバレンタインであげるやつも、うんうん、クッキーあげる、ギリ友達にあげな感じする。わ、うんうん、かります。本当にちょっと頑張ろうっていう時は男の子にクッキーあげない気がするな。なのでちょっとクッキーもらった男の子はあれって思った方がいいよね。今まであきこさんからもらった人いるかな。いるかな。ということで今夜のお相手はスプラウトの門谷あきこと川西ほのかでお送りいたしました。はい、それでは皆さん引き続き良い週末をお過ごしください。さようなら。